第6代オックスフォードモーティマー伯爵、アルフレッド・ハーレーは、イギリスの貴族で、最後のオックスフォードモーティマー伯爵。1828年から1848年まで、ハーレー教の儀礼称号を使用した。ブランプトン・ブライアン・ホール第5代、オックスフォードモーティマー伯爵、エドワード・ハーレーと、ゼーン・エリザベス・スコットの次男として生まれた。1828年に、兄・エドワードが死去すると、 ハーレイ教の儀礼称号を使用した。1848年に父が死去すると、シャクイとブランプトン・ブライアンの領地を継承した。母が不倫を繰り返したため、アルフレッドは、本当の父が第五代オックスフォード・モーティマー伯爵ではないとたびたび噂され、兄弟たちと共にハーレイの寄せ集めとあだなされた。1831年2月17日、 エリーザ・ニュージェントと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。1853年1月に44歳で死去、後継者がいなかったため借位は断絶した。遺産は姉ジェーン、ついで園籍のウィリアム・デイカー・ハーレーが継承した。ありがとうございます。